リラクヤの花澤です。今日はもう体に効くという本で紹介されている、呼吸を深くしたり、体の各部の不調を改善する、足の指の股の刺激ギュッと押す方法がありますが、それを紹介します。では始めます。足の指の間、股の部分を押しながら広げるようにすると呼吸がゆっくり深くなります。ちょっと痛いがだんだん気持ちよくなってきます。どこから押しても構いません。触ってみて硬いところが疲れているところです。筋肉が縮んでしまって硬くなっていると触った時に痛いんですけれども、あまりにも疲れすぎていると鈍くなっていて痛みを感じない場合もあります。こういう場合は触られている間にだんだん痛くなってきます。親指の股のところは他の指に比べて広がりが大きいので、指の股よりももう少し足の甲の方に遡って、足の親指から骨と人差し指からの骨の間が狭くなっているところをぐっと押し広げるように押すのがコツです。はい、ではやっていきますね。この足の親指のと人差し指の間の親指側、こちらが骨盤下部の弾力が現れますね。硬くなっている時は骨盤下部の弾力が落ちている、痛い時はそういうふうに思ってください。で、こちら側、人差し指寄りの方ですね。こちら側も同じように押していきますね。こちらは骨盤上部の弾力が出ます。はい、で、人差し指の方ですね。人差し指と中指の間、ここが腰椎4番、骨盤の弾力が現れますね。広げるようにして押します。で、こちらは消化器、胃や小腸ですねの状態が出ますね。そしてこちら側、中指と薬指の間の薬、中指側ですねが腎臓、こちらは冷えがあるときにも痛みが出ます、はい、そして薬指側ですね、こちらは胸椎11番のポイントです。ストレスやホルモンバランスに関係します。ストレスの溜まっているときや、女性は生理中や排卵期に押すと痛いところです。そして小指と薬指の間の薬指側、もっと押し込んで当てますね。ぐっと押します。こちら側は首や頭の緊張が出ます。首や頭に緊張があると硬く痛くなっています。そして小指側の方ですね、こちら胸、特に胸椎5番の状態が現れます。それぞれの疲れてると感じるところを少し長めに和らげるようにゆっくりと押していってください。左右、こちらは今右足をやりましたけれども、左足も同様に行ってください。はい、以上です。ありがとうございました。